どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、イタリアのピア8ヘビータンク、ビゾンテ、C45 です。昨年のホリデー作戦イベント中に、フレンドからいただいたガチャボックスから入手した車両ですね。やっと乗り出しに至りました。イタリア重戦車ということで、搭乗員がさっぱりいなくてですね。これを用意するのに、時間がかかってしまいましたね。あとは重戦車そのものに、あまり乗らない私なので、まだまだ勉強中でございます。マップはオーバーロード、北側スタート。初動は3、4ラインのあたりに向かいましょうか。重戦車はまだまだ練習中なので、至らぬ点はご容赦くださいませ。機動力はぼちぼちですね。加速力が乏しく、最高速度の50キロになかなか達しない車両です。走行は砲塔をはじめ、各所に空間走行を多く含んでおり、ヒート弾に対しては、高い防御力を発揮できます。ただし全体的な走行は250ミリ前後。格上からは抜かれやすい面もあるので、慢心は禁物ですね。区画は10度、ハルダウンが行いやすいです。高精度は劣悪、拡散も大きめ。拡張パーツは改良型換気装置、改良型旋回機構、垂直安定装置を搭載し、少しでも飛び出し打ちが行いやすいような構成にしています。この車両の最大の特徴は、改良型オートリローダーであることですね。改良型オートリローダーって何ですか？うお、びっくりしたー。あ、どうも、ゆっくりスタイルズです。久しぶりじゃないか、おいおい。再登場のリクエストがあったので、遊びに来ちゃいました。ああ、そのリクエストって、この動画を見てくれている、私のリアフレからでしょ？ボットをやってないリアフレからのさー。君さー、本当はあんまり需要ないんじゃない？なんですと？ほら、スタイルさん的にも、話し相手がいないときは、動画の進行的に私みたいな人が必要でしょ？まあさ、動画投稿始めた6年前は、確かに話し相手欲しいなって思って、君を登場させるのは革命的だなと思ってたけどさ、ゆっくり実況での掛け合いって、もうゆっくり実況での定番っていうかさ、2番戦時、いや10番戦時みたいな感じでさ、もう飽きられてないかなって。そんなー。まあいいよ、リクエストがあったのは本当だし、今回の動画で、君の需要があるのかどうかをさ、見定めていくとするよ。ありがとうございます。ところでその、改良型オートリローダーって何ですか？オートリローダーと何が違うんですか？あ、そうそう。まずオートリローダーっていうのはさ、イタリア中戦車なんかそうなんだけど、装填中でも弾倉内に弾があれば発砲できて、発砲せずにいると、弾倉内にどんどん弾を装填していってくれる、オートローダーと単発装填式車両の、いいとこ取りみたいな戦車じゃない？そうですよね。確か、弾倉内の弾が少ないほど、装填が長くなって、弾が入っているほど、装填が速くなるみたいな特徴もありましたよね。そうそう。で、このイタリア重戦車の特徴、改良型オートリローダーなんだけど、イタリア重戦車だと、装填中に弾倉内に弾を撃っちゃうと、装填中だった弾の装填って、なかったことになっちゃうじゃない？装填がリセットされちゃうでしょ？そうですよね。撃つか、弾を貯めるかで悩みますね。でも行くよ。改良型オートリローダーは、装填中に弾を発砲しちゃった場合ね。今みたいに装填中に弾を撃った場合です。この場合、装填中だった弾の装填時間に応じて、次の弾の装填時間に、ボーナスが発生するんだよね。それじゃあ装填中に撃っても、完全にデメリットになるわけではないんですか？そうなんだよね。発砲した時の、次の弾の装填時間の具合に応じて、4段階で、次弾の装填の短縮ボーナスが発生して、最大で装填時間が、50% 短縮されるんだよ。面白いよね。面白いですね。でもその4段階って、どういう基準で決められているんですか？ちゃんと目で見てわかるようになってるんだよ。さっきの発砲の場面をもっかい見ててね。装填中に、ここにね、くの字型の、4つのゲージが出てくるんだよ。これね、これが4段階の装填ボーナス短縮になってるんだよね。今回の場合だと、3段階目で発砲しているから、次弾の装填時間が、3段階分短縮されていることになるのよね。今回ならば、本来 13.6 秒ほどかかる装填時間が、8秒まで短縮されてるんだよ。でも装填にボーナスが乗るのは、発砲した次の装填だけね。次弾装填中の弾が、無駄にならないのは嬉しいですね。これがイタリア重戦車の特徴、改良型オートリローダーだよ。
ちなみに通常ツリーのイタリア重戦車も同じ仕様です。重戦車と中戦車の違いってことですね。まあそういうことになるんだろうね。中戦車と違って打ち切ってすぐに機動力を使って戦線離脱ってことができないからさ、イタリア重戦車を使いこなすにはこのシステムをうまく活かしていかないといけないのかもしれないね。スタイルさんにとって使い勝手はどんな感想を持っているんです？楽しいけどまだ使いこなせてはいないからなんともかな。装填時間を相手に悟られないように調整する楽しさがあるのは確かなんだけど、それを調整するのはまだまだ難しいね。重戦車自体まだまだ不自由している身だしね。さて東側が押されているからこっちはある程度プッシュをかけてあげたいんだけど、げ、バッチャエビ、そういえばこっちに移動してきてたっけ。見ているようで見ていなかった。まずい。相手もローダーだし短期で攻めてくるとは思わないんだけど。あ、来るの？マジで？完全してくだせい。向こうは6発、こっちは3発。これはこのままやり合うとやられる。まずい、ランスンシーまで。あ、危ねえ。砲塔で弾けたか。バッチャ AP も下がったか。十分やられてもおかしくないシチュエーションだった。スタイルさん、ガレージに戻られるつもりですか？東側が押されてるから、こっちをなんとかしようって、無茶しちゃったよ。東側、完全に落とされちゃってますね。でしょ？なんとかこの辺りだけでも敵を落としておかないと、全方位で押されるのは、いくら引き込み戦でやり合うにしても、相当不利な状況になっちゃうからさ。西だけは守りたいんですね。守りたい、デカ落としておきたい。はわわわ。痛い。デカアップねー。油断で助かったわ。AP で抜かれてたら厳しかったわ。スタイルさん落ち着いて、ここは下がりましょうよ。いや、ここはローダーを生かして敵の車両数を削っておきたいんよ。強気ですねー。というよりは、ここでやっておかないと、後方で潜んでいる味方の駆逐戦車にも負担になっちゃうんだよ。これだけの車両数が一斉に攻めてきたら、防衛も何もないからさ。だからせめて敵の車両数は削っておきたい。たとえ人柱になっても、数を減らして味方にバトンをつなぎたい。ランスンはワンパン圏内、これはやっておきたい。よし。お、112が前に詰めている。これは意外に守りきれるのでは？あとはこの上のバッチャ AP。体力が低いからか、それとも装填中なのか、こっちに攻めてこないなぁ。それなら強気に押すか。うむ、やはり引いていく。それに東もなんとか戦線を立て直したな。これは押し返せそうだ。こっちから出てくる気だな。狙いを定めてー。あれ？バッチャさん、つまずいちゃってますね。それもびっくりなんだけど、こっちもヒートだからか吸われちゃったね。いろいろびっくりしたよ。あとはスコだと、東の2両。それからまだ駆逐戦車が全然見えてないのか。これなんていに敵の駆逐が隠れてたら、私は死んでたかもな。あれ？こんなところに軽戦車が。これは儲け物。スポッターが生き残っているのは恐ろしいからね。お、海岸側に敵駆逐、正面に中戦車。背面が取れそうだ。くらえ。やりましたね。あとはスコだ。これが怖いんだけど。駆逐戦車2両も見えてませんしね。あ、それは途中からなんとなく、きっと西側の海岸側にいるんだろうなって思ってたんだけど、案の定だったね。ほんとだ。みんな海水浴ですかね。シーズンにはまだ早いけどね。西の海岸は、攻めてくる戦車を食い止めるポジションであって、攻めるのが難しいんだよね。隠れる障害物も少ないし、最後は上り坂だからさ。守りが固い時は攻め勝つことが相当困難なポジションだから、あれだけ駆逐戦車を割いているのはもったいなかったね。敵さん、あの駆逐戦車が東を押してきたら辛かったでしょうね。それに 3,4 ラインの後方に構えられていたら、スタイルさんはガレージに戻されていたでしょうし。ほんと 3,4 ライン後方にいたら辛かったよ。ただ最初に703バージョン2をやりに行った時に撃たれなかったから、きっとこっちには駆逐戦車はいないんだろうなぁとは思ってたんだよね。そういうことでしたか。で、東でも姿が見えないから、これは海岸なのかなぁって。読みが外れていたら危なかったですね。今回は運が良かったと言ってしまえばそこまでだけど、勝負感が冴えていた試合だったよ。戦闘結果です。1バッジ、トップガンをゲット。乗り出し初戦から1バッジですか。やりましたね。本当にヒヤヒヤした試合だったんだけどね。
攻め込むタイミングがジャストタイミングだった試合でしたね。ローダーの重戦車って、今まであまり経験がなかったから、乗り出し初戦ってこともあって、結構ヒヤヒヤでした。そして最近再販されるまでずっと触らずに来たビゾンテ。ここまで乗らずに来てごめんなさいでした。この日はね、招待仲間がイタリア重戦車に乗り出すっていうから、それに合わせてじゃあ私もいい機会だから乗り出そうって、それでようやく触ることにしたんだけど、一緒に連携を取ることなく終わってしまいましたね。改良型大鳥ローダー以前に、ローダー重戦車に、いや重戦車自体に慣れていかないといけない課題いっぱいの私ですが、もうちょっと経験積んでね、いいとこもっと見せられるように、頑張りたいと思います。僕のことも忘れないでねー。そうだったね。私の話し相手の、ゆっくりスタイルズ。久々の登場でございましたが、今後も定期的に登場するかどうかは、視聴者の皆様のコメント次第です。コメントやチャンネル登録は私の動画投稿の励みになっておりますので、感想などお待ちしております。それでは皆様、また次回お会いいたしましょう。またねー。